どうも、はじまきよしろです。アキネーターで自分を探していきましょう。さっきやったね、個人情報出すぎちゃったか、まあいいか。で、でも女性ですか？いいえ、25歳よりも若いです。 YouTuber でもね、 YouTube で動画投稿してるっていうのだから YouTuber じゃないのかな。チューバーではないと思いますね。はい、何人かのグループ、違いますね。ゲーム実況者ではないですね。20歳未満ですね。ゲーム制作会社で働いてはないですね。妹いないです。スライムにリクの動画に出たことはないです。王子キャラじゃないです。モノマネされることなんてないです。作中ではイケメン扱いされてますけど、いや違えよ。カード集めますか？あー、ポイントカード集めてるかもな。髪はね、何にも染まってないと思う。個人的にあなたを知っているか？違いますね。知ってますね。違いますね。ちょっとよく分かんなかった。 YouTube 関係者ですよ。 YouTuber ですよ。チャンネル登録者2000以下、はい、そうですね。15歳以下、うん、以下を含むから、はい。あなたの友達の一人、これは分かんないっていうのでしょう。こうちょっとモヤモヤっとさせよう。関西出身ではないです。 いえ、女の子？ドゥアジーリ、違った、カーボンって人がね、ちょっとコピーする、なんかね、めちゃくちゃ出るんだよ。まあ、多分この人アキネイターやりすぎてやってんだろうけどね。ドゥアジーリゼリダンデレドゥ、アタックするんだ、後悔するな。ほう、あお、どん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 。よらいぬぜぬぬわぬぬわぬわ。はい、ということでね、アキネーター、よくわかんない。でした。いや、待って。ちょっとね、じゃ自分が出るまでやってみた。思い浮かべてるのはカーボンって YouTuber。これ誰かわかんないけど、いいえ。続けません。めんどくさいんでね。カーボンって誰だよ。はじまきよしろってやるか。で、俺ね、意外に自分でも分かってないかったんですけど、はじまきよしろのローは朗読のローですからね。説明なんだろうな。ニューチューバー、ニューチューバーって送っとこう。ブラボー、あなたには負けたよ。やったぜ。ニューチューバーって絶対出ねえじゃん、俺なんか。ってことだね。バイ。